ハロー、いちご豆腐です。今回からセキロシャドウズダイトワイスという、フロムソフトウェアから発売されているゲームをやっていこうと思います。フロムソフトウェアといえば、ダークソウルとかの難しいっていう噂のゲームをたくさん発売しているゲーム会社だと思うんですけれども、私今回のこのセキロが人生初のフロムゲーとなっております。どうなるかわかんないんですけど、パソコン版でキーボードとマウスでやっていこうと思います。じゃあ早速やっていきましょう。ニューゲーム、あ、なんか出てきた。これは最初にちゃんと見てねってことか。時は戦国末期、日の本すべてを焼いた戦火は未だに勢い衰えず、山深い芦名の国にも燃え広がっていた。うわグロい。末期の物語なんですね。アシナってどこだろう。私ね、日本史苦手で全然わからない。獲得のはスペック不足かな。え？野良犬が心すらなくしたか。ああ、共に来るか、飢えた狼。そして戦場で拾われた狼は修行の末熟達の忍びとなった。忍びの掟は忘れまいな。親の次に大事なもの、お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前のあること。命を賭して守る。たとえ奪われるとも必ず取り戻すのだ。良いなら狼よ。この狼っていうのがセキロの主人公かな。忍びなんですね。一心の国取りから24年、芦名の国は斜陽にあり、狼の忍びはすべてを失っていた。育ての義父も、守るべき主も。一心って人に仕えてたのかな。けど国が斜陽ってこと？
忍びよ、目覚めてください。あなたの主のために。この女の人は何者なんだろう。使いの人みたいな、もともとの主の。よし、操作できるようになった。上にいた女の人はもういないのかな。アイテムを拾う。あ、ちょっと読めないね。花勝負かな。花勝負のふみ。何者かによって移動速攻に投げられた分、クロウ殿の狼殿へ。あ、じゃあ主の名前がクロウっていうんだ。貴殿の宿命、今は月見。これ見たことあるのに、この感じ。なんて読むんだっけ。月見のとかにあり、移動速攻を出し、向かわれたし、刀がなくとも貴殿ならば、忍び行けばたどり着けましょう。なかった。刀がなくとも、どっちに行けばいいんだろう。こっちが出口っぽいけど、逆を行ってみたい。あえてのね。行き止まりかな。行き止まりか。じゃあ、素直に進もうか。ちょっとカメラ感度高いかな。まあいいか。忍び行けばって言ってたな。ジャンプ。あ、ここでね、操作のやり方を教えてくれるっていうことですね。ジャンプ中に壁際で壁蹴り。おぉ。よし。アシナ城。落ちたら死にそう。壁に張り付く。オッケー。壁張り付き中に WASD で移動。なんか覗き込み？誰かいる。しゃがんだ方がいいんじゃない？しゃがんで茂みに隠れたり、床下を移動すれば敵に見つからずに進むことができる。今は刀を持っていない。隠密で敵を避け、月見、あ、矢倉？矢倉を目指すといいだろう。敵に見つかりそうな時は、敵頭上の警戒マーカーが表示される。わかった。エスケープ。井戸底におるあの忍び。うん。特に加勢などしておりませんが、構わぬのでしょうか。大丈夫？大事ない。刀もなく、気力すらない。やつはもうただのふぬけよ。よし、バレてないっぽいな。ぶら下がる。おお。よじ登る。え、これ、え、ちょっと待って。なんか警戒マーカー出てる。降りたら絶対死ぬな。これはね、シュッ。こっちを通ってくんと見た。あそこかな、目的地。こちら。しゃがんでいれば、オッケーオッケー。え、これ音でバレないの？しゃがみながらゆっくりとかいけんのかな。え、どうすんのこれ。
見てるな。反対側から回れないのかな。あ、こっち行けってことか。なんか上にマークある。盗み聞き。はい。君やぐらが今宵も月に照らされておる。巫女様はまた月明かりで書をお読みかの。そうじゃな、巫女様っていう。まだほんの子供というに囚われとは気の毒な。巫女様っていう子供は月見やぐらに囚われてるんだ。銀一郎様も何かお考えがあるのだろうが。なるほどね。あそこが目的地でしょ。なんか盗み聞いてるとき聞き取りづらかったの。リアルだね。なんかこもってた。あ、盗み聞く。ヤグラの扉はちゃんと閉まっておるか。閉まっておるが。うん。壁の穴はそのままにしておるぞ。なんで。ああ、こちらは心配いらぬだろう。穴は崖際じゃ通えるものなどあるまいよ。え、でも閉めといた方がいいんじゃない。寒いし冬だし。よし、バレてない。ぶら下がり、ぶら下がる。よし。これは体力とか使わないんだね、この動きは。よじ登り。バレてない、バレてない。びっくりした。終わったかと思った。あ、2回しかこれジャンプできないのか。はい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 、なるほど。壁ジャンプは1回だけってこと。 OK で、ジャンプぶら下がり、ジャンプぶら下がり、あれ、ジャンプぶら下がり、あれかな、穴って。よじ登る。めっちゃ音立ててるけど、なんでバレないんだろう。ジャンプぶら下がり。こっちじゃないかも。よし。ここだ。あ、あの子がミコ？女の子か男の子かわかんないな。よく来てくれた。男の子かな。久しいな、狼よ。え、この人が九郎様？お迎えに参上いたしました。我が主。うむ。表を上げよ。くさび丸、そなたの刀だ。くさび丸。我が忍びよ、主従の約定に従い、命を賭し我に仕えよ。ぎょい。くさびもある、主である。あー、読めない。なんとかの巫女、九郎より授かった刀、アシナの諸家である平田氏に伝わるもの。失っていたが再び狼の手に戻った。くさび丸の名には願いが込められている。忍びは人を殺すが定めなれど、一悪の慈悲だけは捨ててはならぬ。その願い、時に刃がくむ、くむかな、くむこともあろうか。狼よ、
はい。傷を負っておるようだな。うん。そうだ。そなたにこれを託そう。薬水の瓢箪だ。これで傷を癒してくれ。漢字が難しいな。瓢箪って漢字あったんだ。HP を回復させる薬水の入った瓢箪。休息することで瓢箪の薬水は再び満たされる。希代の薬、クスシ、道元。その弟子の一人が作り出したもの。おのずと薬水が湧き出すなど奇妙だが、そこには種がある。さて、そなたの体、その後大事はないか？その後とは？あの世のこと、覚えておらぬのか？覚えてない。いや、司祭は後にしよう。今は、このアシナの城を脱さねばならぬ。了意。堀沿いに進んだ橋の下に、城外への抜け穴がある。一心様より、そう聞いたことがある。まずは、その橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。見つけたらそうだな。なんで囚われ。足の羽笛で合図をくれるか。足の羽笛。ほら、昔、聞かせてくれたであろう。こう、ピーッとな。その音を頼りに、そなたのもとへ行こう。そんなの鳴らしたらさ、見張りっぽい人にもバレるんじゃない？アイテムには様々な種類があり、状況に合わせ切り替えて使用できる。オッケー。なんでこの子は捕まってるんだろうね。なんかアイテムないのかな？この辺に回復アイテム的なもの、ないのかな？うわぁ！あ、なんか上行ける？これ。めちゃめちゃ音立ててるけど大丈夫かな？いけなさそうだね。こっちは？ちょっと戦士高いかな。あ、なんかある。なんて読むんだっけ？岩薬。HP をゆっくりと回復させる岩薬。この地に古くより伝わる秘薬。いにしえの戦でも使われた記憶があり、記録があり、アシナの沸騰を世に知らしめたという。岩薬を入れた印籠は戦勝のお守り代わりでもある。これもアイテム？なんか宝箱っぽいのにダメだ。ちょっと戦士下げますね。なんか出てきた。装備メニューでは装備の付け替えや確認ができます。あ、そうなんだ。ちょっと待ってね。設定は？あ、ここだ。一個下げた。よし。じゃあ、開けてみよう。はい。無理はするな。どうか傷を癒してくれ。ああ、なんか言ってたね。傷を癒してくれ。はい。堀に沿って進んだ橋の下に。あ、これ聞いた。城が。じゃあここに置かなきゃいけないってことか。なるほど。帰り仏。手のひらに収まる小さな木仏。何度でも使用することができる。養父に拾われた時から狼が持っていたもので、角が取れて丸くなっている。これは帰るための仏。最後に退座した鬼仏か、スタリ寺に戻る。ほう。とりあえず、これを使えってことね。堀に沿って進んだ。あ。で、出ると。体幹と忍殺。忍びの攻撃は体幹を削り取るためにある。攻撃を重ねるとやがて敵は体勢を崩す。体勢を崩せば忍殺で一撃で殺せるだろう。 OK、 全部クリックね。ターゲット固定解除。何？ターゲット固定解除。離れる。
え、なんかめっちゃいるんだけど。ちょっと待って、めちゃめちゃいるんだけど。やばくない？ここ開いてるけど。え、ここ。ここ開いてるけどいいのかな？なんかこの感じ倒せってことだよね。後ろからシュッて言って、後ろからシュッて言って、後ろから後ろから後ろからシュッ。よし、バレてない。待ってバレた。シュッ、ダメ。刀持ってるこの人。私も持ってる。シュッ。おお。とりあえず、ね、クリック連打しとけばいいんだ。なるほど、こっちは道じゃない。あ、待ってもういいや。打ち込むばかりでは崩せない相手もいる。敵の攻撃を弾けばその勢いを利用して体幹を削ることができる。優れた忍びの防御は同時に攻撃を兼ね備えるのだ。合わせて弾き、OK。あ、待って、なるほど。待って、そんなにしたらダメ。あ、危ない。びっくりした。あー、これ体力多分私ない？あんのかな？よくわかんないけど、まあいいや。橋の下のなんだらかんだらって言ってたな。よくわかんないけど多分こっちだな。なんか一人ずつ来てほしいんだけど。こんにちは。ターゲットを固定して敵を正面に捉え続けることで攻撃や弾きなど、なんとかアクションがしやすくなる。オッケー。ターゲット固定中にターゲット切り替え、ターゲット切り替えって、これ何ですらだ。まあよくわかんない。どうやってターゲット切り替えすんの？え、ターゲット切り替え。ターゲット分からん。ターゲット切り替えが、ちょ、なるほど。え、この弾きはずっとできんの？構え続けられるんだ。ターゲット切り替え分かんないけど、まあいいや。よいしょ。お、待って、めちゃバレた。なんか動揺してる後ろのやつ。あ、待って、危ないって。あ、死んだ。あっさり死んだ。ターゲット切り替え全然わかんないな。あ、こっからか。おー、えい。よし、なんとなく分かってきたぞ。あ、こっちもさ、体勢崩されてる。こっちももしかして体勢を崩されていますか。あ、待って、2人に気づかれちゃった。で、二人いたんだよな。で、なんか傘かぶってたやつがちょっと強かった。あいつだ、あいつちょっと強かった。こっち来てくんない？よし、待って、二人来るんかーい。こいつからだ。
どっちが先に仕掛ける？お前、やっぱこっち。よし、隙あり。ダメ、ちょっと危ない。私の体力どこ？左下？回復アイテム持ってないの？なんだろうこれ。あ、凍ってるだけか。難しいなあ。お、なんかいる。強そう。組頭だって。あ、ハマってる。どうする？まず攻撃を弾き、すかさず切り返しをする。そうすれば敵に休む間を与えず体幹ダメージを与えられる。 OK、 分かった。あ、なんか脱出した、あいつ。怖いんだけど。アイテム、はい。やだ、死んじゃう。一度の入札では死なぬ強者もいる。だが一度で死なぬならば幾度でも殺せばいいだろう。え、もうそれ妖怪じゃん。 HP ゲージの上に入札マーカーが表示された。敵を殺しきるにはマーカーの回数だけ印刷をすればいい。分かった。よし、死んだ。ふぅ、丸薬、丸薬くれたってこと、この人。よし、危なかった。